I feel that the language barrier was bigger than I expected. すごい音が綺麗な気がするんだけど。おお、イタリア旅行でもすごく役に立ちました。こんにちは、ミサコです。今日は今歯医者さんに行ってきまして、またメンテに行ってきました。で、私クラウンここにしてるんですよ。すごいなんか学生さんかな。そうで、クラウンにはこのパーツを置けないってことで、なんか今日そのさらに奥歯のところに金具をつけて、でなんか長いワイヤーでつなぐみたいな、下の歯なんですけど、そうそういうのやって、なんかもうすぐ1年くらい経つんですよね、この歯やり始めて。なんかすごく面白いなと思って、毎回結構歯医者さん楽しみに来てます。で、今からダウンタウンの方に出て、またちょっとお茶しようかなと思って、お友達とお茶しようかなと思っているところです。で、今はトロリー待ってるとこ。なんか歩こうかなと思ったんだけど、あと5分ぐらいでね、無料で乗れるバスがあるんだけど、それが来るみたいだから、今待ってるところです。で、今日ね、すごい久しぶりに寒くって16度ぐらい今あります。ちょっとね、マフラーしたりとかして、ちょっと、ね、寒い。歩いたらいいかなと思ったんだけど、もうバス来るからもう待ってようと思っているところ。今日ね、渡米してちょうど4年、ジャスト4年ですになりました。で、明日から5年目に突入、マイアミ生活5年目に突入になります。すごい早いんだけど、なんか自分が渡米した日も、まあ、結構涼しいぐらいで、でなんかしょっぱな風邪ひいたから、すごいなんか4年前のことを思い出します。そう、もうこの4年間いろいろ、まあ楽しいことの方が多かったけど、そういろいろあったなと思って、今日はなんかちょっとしみじみしています。じゃあちょっとバスを待っていきたいと思います。It's been 4 years since I came to the US. These 4 years seems long but short. I feel that the language barrier was bigger than I expected, and I realized that the culture and people's behavior were all different. Miami is so far from Japan that it takes about a day. It's difficult to know, understand, and accept all the differences, but it'sstimulating, and it's been a great opportunity for me. I feel that if I had not had this opportunity, my life would have been very different. No matter where I am, there are nice people, people who encourage me, and environment that change myself. Over the past 4 years, why I have come to love this city, butI could realize how difficult it is to live in a foreign country as a foreigner. それでは最近購入したものを紹介したいと思います。これです。じゃん。イエーイ。AirPods Pro ですね。これをゲットしました。そう。で、今から開封したいと思います。もうさ、ずーっと前から、ね、何年前だろうっていうぐらい前から、すごい欲しくてやっと開封、めっちゃ嬉しい。これは前回、最近のブラックフライデーで手に入れました。うわー、アップルインカフォーニアって書いてある。へー、すごい。うわー、じゃじゃん。イエーイ。こんな感じです。すごい嬉しい。わあ、新品。いやー、すごい。よいしょ。こんなですね。あ、結構コンパクトなんだね。嬉しい。こういうシール剥がすの、すごいワクワクする。ワクワクするんだけど、あれ？いけませんね。さあ、よいしょ。おお、開いた、開いた。で、カポ。おお、右。そっか、結構なんかどうだろう、耳このサイズで合ってんのかな。ちょっと中身見てみるね。よいしょ。あれこれどうやって出すの。あ、これです。出すの分かった。
線はまあいいとして、これか。おお、カナダも入ってますね。よいよい。XSSL って書いてある。どれがいいんだろうか。まあちょっと今スマホで iPhone で撮ってるから iPhone につなげて使ってみたいなと思います。パソコンにつないでみようかなと思います。すごいかわいい。なんかサイズがね、おお、なんかつけた瞬間からなんか音が聞こえなくなる気がするんだけど、設定がよくわかんないよくわかんない、こういうの接続。なんか試しに、おー、なんか音がした、ボロンだって。試しになんか YouTube で流してみようかな。ね、あ、どうしようかな、これ聞いてみよう。おー、コネクテッドって出てるね。おお、どういう意味だ。おお、聞こえた。すごい。じゃあ音がでかい。すごい音が綺麗な気がするんだけど。うん？おお、なんか音がすごい、あ、こうしっかり聞こえるんだけど、その雑音みたいなのが消えるね。すごい。これはなんか集中して見れそう。あの動画とか音楽とかもだけど。すごいな。なんかまだちょっとしか使ってないけど、すでにこう耳につけた瞬間から感激する。すごい。もういいや、一回切ろう。そして自分が話してる声とかも、なんか外したらすごい響く、この部屋自体が、自分の声が。だけどこの両方耳にしてると自分の声も全然響かなくて、こうこもってるよ、こもってるというか、うん、こう響かないように感じるから、すごく不思議。すごいな。そう、一つ問題点がありまして、同じタイミングで夫も購入しまして、同じものが2つあるんですよ、家にこれ本当にね、間違わないように、するにはどうしたらいいかな。なんかケースとか買ったら間違いないかな。全く同じだからさ、でもその部屋は私のなんだけどみたいなならないかなって、ちょっと今やや不安です。もう一つスマホ関連なんですけど、最近このケースを買いました。スマホケースで、今回のはAmazon で買ったんですけど、こういう風にケースのカードが入れられるようなタイプ、カード入れですね。でこうやって畳めますと、でさらにここのリング手に入れてもいいですよと、ね、このですごい見やすいというか使いやすそうなんだけど、問題はいつもスマホを、動画撮影に使ってるので、あ、どうかな、なんかはまるかなこのスタンドに、どうだろう。まあいいや。あとは紐っていうか、これは絶対マスト。私のアメリカ生活でスマホのこのショルダータイプのは非常に役立ってるので、これは本当にマストで必要なアイテムで、絶対肩から下げられるものを今も使っているし、次買うとき今回も絶対頼もうと思っていました。なのでこの色はすごい可愛い、好みなのでね、とても嬉しいです。年末に日本に帰ろうと思うので、その時に下ろそうかなと思いつつ、もう新しくしちゃうかなと今思っているところです。でこういう紐のタイプ、海外生活、アメリカ生活、特にあんまりキャッシュを使わない、現金を使わないんですよね。でクレジットカードと州の ID、 もしくはドライバーズライセンスとか、そういうカードだけですることが多いので、まあ、正直2つぐらいこう入れるところがあれば大丈夫なんですけど、なんか今回はたまたま4つぐらいポケットがあるものを頼みました。バッグ、余分なものを持たなくて済むし、本当に身軽で
本当に必要な最低限のものだけ持っていけば買い物もできるしっていうところで、アメリカ生活始まってからはほぼ今もこういうスタイルのものを使っています。でこれすごい海外旅行でも非常によくって、首からぶら下げてポケットに入れておくと、で首下げたままスマホを触るようにすると、盗難防止とかのスリとかね、そういう時にも今回イタリア旅行でもすごく役に立ちました。なので今回もこういうのを買ってみて、あと残りどれぐらいアメリカで生活するかわかんないんですけど、次からはこれでスマホを使っていきたいと思います。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画がいいなと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。